ニーハオ、どこに来てるかと言いますと全然わからないだろうと思うんですが、実は、昨日ウルムチ23時55分発の、快速、まあ、こっちの急行列車みたいなのに乗ってですね、夜行南座寝台でハミというところに7時20分ぐらいに着きました。何が有名かと言いますと、まあ、炭鉱ですね。で、炭鉱があって、何がそこにあるかというと、はい、こういう蒸気機関車ですね。もう日本ではもう全然なくなってしまった蒸気機関車、まあ、大井川鉄道とかはありますけども、それが、ね、ここでは活躍しています。これは止まって出発を待ってるというような感じですね。で、ここは要は石炭、有名な石炭のところでして、そこのまあ要は構内鉄道ですね、ここで貨車の入れ替え積み出し等をやってます。向こうから来てますね。こちらに向かって来てます。もちろんその萩南駅からうちら来たんですけども、当然公共交通機関とかありません。ガイドさんと専用車をチャーターして来ました。まあそこそこお金はかかるんですけども、こういうのが見れればいうことないですね。